サウンドロードと書いてありますね。スペシャルランチではございませんよ。最初このシャツだけだったんですけど、ちょっとこれでは寂しいと思いまして、私が夜鍋をしまして、みんなの分を刺繍を入れました。どうぞよく見ていってください。こっち側で正面だとちょっと見づらいかもわかりませんけども、頑張って今日もやっていきたいと思います。では、次の曲はいつも歌ってますところの立春お茶の水を歌いたいと思います。ちょっと待ってくださいね。Oh.
我々もこのメンバーで始まってちょっと5年目になります。バンドとしては私と須藤さんも27、8年やってるんですけども、この4人になってからちょうど5年目ぐらいになります。非常にバンドとしては油の乗り切った、須藤さんはずっと油の乗り切ってるんだけども、乗り切りすぎたってか、そういう年代にもなってきまして、バンドはやっぱり前進していかなければいけないということで、できるだけいろんな曲を作って詞を作ってレパートリーを広げていっていきたいなというふうに思ってます。で、今度の曲も冬の空という曲で、私の父が2001年にこの世を去ったんですけども、96歳の時でした。それから7年後に母が同じ96歳で死んでったんですけども、父と母の年齢差は何歳だったでしょうかって、そういうことじゃなくてねその時に2001年に父が亡くなる前の3月に亡くなったんですけど、その前に2月に三春ダムに行きまして、非常に今日みたいな天気のいい時でして、青い空と冷たい風がすごく印象に残りまして、こんな曲を作りました。では聴いてください。冬の空。Yeah.
楽しく過ごしてまいりましたが、最後の曲になったようでございます。最後の曲はですね、先ほど言ったバンドの前身はやっぱり曲を作り続けてやり続けることだというふうに思ってまして、なかなかできなかったんですけども、今日新曲をここで歌わせていただくということになりました。ライトが真正面にグッと来るんで、たまに表面見るとチカチカして見えなくなったりするんで、ライト見ないようにやっていきたいと思います。血の滲むような練習を、笑いながら昨日までやってましたけども、本番はしっかりできるように、ぜひ皆様の温かい手拍子をいただきながらやっていきたいと思います。我々のバンドがサウンドロードってそのまま音の道なんですけども、ずっと今までやってきたことと今のメンバーの一人一人の特徴を示しまして、こんな曲ができました。ちょっとアップテンポの曲ですから頑張っております。では聴いてください、音の道。幸せいっぱいだったんじゃないかなと思います。
須藤さんは、リーダーの須藤さんは大瀬町で